あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。ほい、行こう。マネビトを連れて出発するか。出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。いいなあ、アゴマサリとヒヨー、いいなあ、アゴマサリとヒヨー、キエーイ。ほい、さあ行くぞ。よいしょ、これで。ん、いつもなんかここでね、ちょっとマゴマゴするよね。はい、ってことで次が、次から、今回から砂漠エリアか。と、アイテム、ウォーターロッドと空気壺。手に入る材料は、ヤシボックリと古代魚のヒレ。なんだそれ。んで、底なし砂丘。あ、ウォーターロッドがあるけん、じゃあ、水使いのローブで。底なし砂丘1。あれだ、久々に大爆弾の服じゃなくなった。で、ほい。ウォーターロッドを手に入れた。ワイで水柱を作れるぞ。で、次、空気壺。ほいし。空気壺を手に入れた。ワイでいろいろぶっ飛ばせ。で、もう一人も空気壺ね。なんかあの下のさ、水っていうより氷みたいに見えることないこれ。パリって割れていきそう。まあ、これで、よいしょ。あ、やばい。え、私あれだ。このさ、ウォーターロッド？水使いのローブを、なんだ？水使いのローブを使って、使ってじゃない。水使いのローブを着て、ウォーターロッドを使ったの初めてかもしんない。だって今までさ、あんなでっかい水柱見たことないもん。お、なんだ、消えた。こいつら。で、イエーイ。ルピー。アユナが5ルピーゲットー。てっ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 て。あ、今埋もれて、今埋もれてた。ほら、なんか微妙に止まったらさ、足元が。ああ、アユナが砂流に飲み込まれた。待って、これさ、危険だね。止まれ、あ、うおー。止まれないってことじゃん、ほら。ってことは、この水使い、あー待ってくれ。水使いのローブが、水流をこう巻き起こして、その上で戦うのがベストということだね。へい。ん？もう一匹は？あー、おったおった。もう一匹どころじゃなかった。もう二匹か。あー待って。そうだよ、砂の上でやっちゃダメじゃん。てって。あ。しかも写真を撮った。ちょっと待ってね。こんなとこでやられてたらダメじゃない？ 20 ルピー。お。お。こんなとこからもハート。ねえ、さっきなんか砂の塊なくなったなって思いよったんよね。ちょっと待ってね。お。ないぞ。てかさっきさ、そこの草のとこからさ、ハート出たことない？なんか水流に巻き込まれて消えたんだけど。よっ。ハートじゃないのか。まあ、とりあえずこれで終わった。ハート。まあ半分ぐらいまではこれだけど、あ、これであとは、あれかな？ちょっと待って。間違えた。こっちか。あ、こっちじゃない。こっちじゃなくって。超ギリギリのところで何をやってんだ。これはさ、あ、危ない。あ、せっかく回復したのに。これでこう持ち上げて、水流で行けばいいってことかな。もうちょっと手前。あー、で、ダメダメ。もうちょっと手前から。あー、こうこうこう。オッケーオッケー。何あれ、サメみたいなおる。あ、やばい。しかもあれ二人分じゃね？やらかしい。ここは、危険すぎる。危険にもほど、ちょっと待って。
なんこいつ。怖っ。あんなのが地面に埋まってるわけね。あ、ハート。てってってって。よし、オッケー。え、オッケーだけどさ、3つしかないんだ、ハート私。やばいね。何匹いるのこれ。復活するんかな。さあ、埋もれる。陸地に上がってきた。待って待って待って、どこ行ったあいつ。え、なんかめっちゃおることないこれ。めっちゃおるけど、ハートを出してくれるんなら結構役立つんだけど。ハートが出るとは限らないのか。へい。そして。これいっぱい出てくるんかな。うわ。なんかこっちがさ、砂の中に行ったら、めっちゃ猛スピードで近づいてくるんやけど。あ、来た来た。よし。これ。お、間違えた。ごめんね。何匹いるんだろう。え、これいなく、無限？無限ですかこれ。へい、へいへい。なんか終わらなさそうやね。ということは、何かしら前に進んだ方が良いということかな。ぽいよね。ん？なんか一人で混乱してるけど、どうしたんだ。へい。お、ハートハート。ちょっとさ、怖い怖い。とりあえず一人こっちに移動しといて。お、なんかスイッチある。うん、ここの壺は何もなかったのか。あれ、これは。あの上もさ、なんかありそうよね。なんか砂の中に隠れてそうやない。てか、ここに2つスイッチがあるってことは、多分あの上にさ、あー怖い。せっかくここまで回復したのに。なんかさ、てい、いた。んで、これ空気壺でもいけるんかな。お、いけた。あ、で、3人で、ふ、あ、なんか大変なところで止まったんだけど。んで、まあ、ここまで来たでしょ。へい。あー、よかった、トライフォースだ。え、ここまだ1だよね。1だよ、何こんなになってんの。やっと、ほい、底なし砂丘に。あー、これは、鳥とかいるし、ちょっと待って。またこのパターンでやってった方がいいかな。おし、爆発してよ、なんか。びっくりした。マジか、何その騙し。その騙しな感じ。おし。爆発。あ、やばい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 。で、なんかあの鳥が厄介そうな感じが、するよね。あ、でも。もうこいつだけ終わり？あー、終わりじゃなかった、全然。待ってくれ。おー、焦った。あ、なんか、剣でも払える。剣でも払えるけど、多分時間かかるよね。時間かかるというか、全部できるんかな、剣で。あれはなんか、ありそうじゃない？ただ単に壊すだけかな。てって。あ、終わったっぽい。ん？ただの壺やね。まあ、こういうタイプのって、ゼルダによく出てきてたけど。おいしょ。オッケー。んで、これは何もない。んでね、ちょっと、回復ない？お、ハート。あ、これで結構いけたかな。あとは、あ、なんかあそこに爆弾あるんやけど。あ、こっちもってことかな。何もならんかった。ほい。じゃあ、これで進もう。底なし砂丘3。あ、もう名前に底なしってついとるやん。そりゃ沈むわ。よいしょ。お、え、なんか閉まった。
った。しまったつうか開いてたんだ。今のなんかタタタってね、ダッシュで行ったら行けとったとかいうことは、まあないよね。ハートが出てこんな。とりあえずなんか全回復したいんやけど。おー、びっくりする。はい。あ、あと1個や。うわー、待って。あ、来たー、満タン。イエーイ。てってって。あれどこ行った？おらんくなったんやけど。地面の中に埋もれたね。ずるいぞ。ずるいぞ。よし、ここにルピー。これなんなんやろ。お、え、なんか出た出た出た。何これ。あ、これあれや、乗るやつや。あ、そこに回復のいたんだ。でももう使っちゃったから。よいしょ。あ、なんかここにスイッチあるね。あれ、いけ、あ、そっか。こいつは乗れればいいんだね。あ、閉まる閉まる。ってことは、ちょっと待って。二人も一緒にこっちに来てもらって。ほい。で、もう一個。あ、こっち降りればいいじゃん。で。で、空気壺届く？いや、届かねえし。これで、あ、ダメなんだ。え、ダメなのか。あれはなんだろう。ちょっと待って。あ、お、ギリギリ、ギリギリいけた。で、これは？あ、ごめん、間違えた。あれ？ちょっと待って。私も、ま、向こう行った方がいいかな。え、使えないんだけど。あ、使えた、使えた。へい、渡れたね。これで、お、あ、そういうことね。さっきのステージでもう水やったけん、爆弾がいけたんだ。草だから水をあげるってことかな。で、これを、あ、間違えちゃった。え、これ届く？あ、届いた、届いた。ちょっと待って、はい。いけた？あ、全然いけてない。通り過ぎた。ちょっとじゃあ、まあ、この手でいけるってことだよね。あ、流れた。とりあえず、この手を使って、うん、全然届いてないよ。あれ？もうちょっとこっちに来てもらって。はい。いや、届いてないし。あ、空気壺で飛ばした方が早い、もしかして。あ、ちょっと待って。こっちまで飛ばしそうだから。これを、こう飛ばしてからの、はい。あ、ダメだ。ヘッジに捨てちゃった。へい。で、持って、はい。あ、行ったやん、これ。へい。あれ？二重？二重だな。え、で、これは、赤は進めないわけだ。赤進めないから、これで、あ、順番違うね。青が緑を持ち上げて、で、こう進んで、よし、いけた。ん、あ、あっこの上にもあるよ、なんか。あれ？あっこの上のはどうするの？ん？なんだなんだ？あ、これさ、またあれじゃない？水流で行けばいいんじゃない？こう。あれ、ダメじゃん。あれ？ちょっと待って。あ、開けよう。全然開かねえわ。あ、落ちそう、落ちそう。危ない、危ない。これ空気壺やったらいけるんじゃない？いけんのかな？じゃあこれでこう上がってる間に、こう、ダメだ。あっちの爆弾がまたいるってことか。あれ、じゃあちょっとミスったな。ってことで、よし、来た。じゃあ次は赤が行け。で、こっち来た。で、あとは、ここで爆弾を受け取って向こうへ投げると。OK。はい。あ、間違えた。間違えた。あ、落ちそう、落ちそう。ちょっと待って。もう一回。
え、これで受け取って、え、いけんくないっすか。あ、最初に水流を作っとかんといかんってことかな。水流作って上に上がる。あ、間違えたよー。あ、ちょっと待って。うん、オッケーオッケー。で、こうやるでしょ。で、こっちが水流作っといてからの、あー、間に合わない。でもこれ結構長い間あるけん、先に作っといて、これを、あ、待って。タイミングダメだ。もう一回。もう一回こうやってからの、これで飛ばして、あー、落ちた。マジか。マジかよ。また?またこっからやり直し。じゃあここの二人で、こう、水流に乗って、二人いればとりあえず大丈夫じゃない?ね。ってことで、こう渡ってくじゃん。あ、で、これで二人いればとりあえずはこっちで受け取って、緑が、ここでスタンバイ。っていう風にできる。で、こうだ。うわ、ダメ。ダメだな。ちょっと待って。もう一回、ちょっと最初にスタンバろ。スタンバって、で、こうだよ。で、こう。お、いけたいけたいけた。よし。やったね。で、あとはもう行けばいいんだよね。向こうに。ミス。ミス。赤も普通にもう落ちてくればいいんでしょ。よし。オッケー。赤が先に行くよ。んで、次の二人が。よし、これで。オッケー。底なし砂丘4。あれ、もう3まで行ってたんだっけ。体力がだいぶないんだけど。でもだいぶないけど、回復アイテムも全然。この二つしかない。ちょっと待って、広いところに降りたい。広いところって言っても、大してないな。ここ赤が来るんか。じゃ、ちょっとそれぞれのとこに、おい。これは、お。とりあえず、水使いが、こう、あ、なんかだるま落とし的な感じやんね。うえい、ちょっと待って。よし、これ、てててて。お待って、まず、マジで。マジで、めっちゃ来た。あー、やばいやばいやばい。これ、あれやろ、また埋まるやつやろ。埋まるパターンのやつやろ。危ないって。しかも、切り離した体暴れすぎやって。いや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 。ちょっとり、おー、危ない危ない危ない。怖い怖い怖い。なに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 、超バウンドする。てか体復活するんや。ちょっと一匹ずつ片付けていくしかないよね。あー、危ない。あ、ちょっと待って、あと二つなんだけど。あいつのさ、体が復活する前にやっつけちゃいたいんだよね。ほらほら。ほらほらほら。ちょっとずつさ、切り離してってさ、あー、ちょっと待って、危ない。危ないって、それ当たったら終わりだって。ちょっと待って。あー、体復活してるし。体復活してるし。あー、やば。マジでそんな。そういう終わり方か。はい、底なし砂丘4。で。降りたら、出てくるやろ。ほい。待って。全然砂とか潜らせないから。おー。また来たし。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。来い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 。へい。あー、でもそこ2匹いっぺんに持ち上がられてもさ、困るんよね。1匹ずつがいい。できることならば。んで、ちょっとね、顔1個だけになったやつを先に、うお。先にやっつけたいよね。
とは思うのだけれど、危ない危ないでしょう。なんか体みかんみたいよねこいつら。なんか何がモチーフになっとんだか全くわからんけど、あ、まあだるま落としか。おお危ない。ちょっと待って、はい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 、この顔一個だけのやつをとりあえず、お、一匹やっつけたんじゃない今。おー怖い。あー2匹いっぺんに持ち上がったな。ちょっと待って、1匹ずつやっつけてた方がさ確実よね。ちょ2匹一緒に行動しないでくれるかな。よし、うお危ない。ちょとりあえずハート、う回復した途端にハートが、あーミスった。あー体復活した。あれか、一回地面に潜って出てきたら体が復活してるってことか。じゃ完璧に潜ってしまう前にやっつけなければいけないんだな。よし、これで両方とも顔一個だけになったから、あとはバシバシやっていこうじゃないか。よし、これで、お、あと一匹。あーダメ、ちょっと待って、おしゃ、ダメだ、ここ回復アイテム少なすぎだ。この1匹で多分終わりでしょ多分きっと。あーダメ、沈んだ沈んだ。おし、これでやったー、いった。え、これステージ4やろ、ボスやろ今の。二人は全く動かさないまま、よし、いけー、これでオッケー。で、今回はめっちゃピコンピコンなりよる。ここで古代魚のヒレを手に入れた。ててーん。お、あとはあれはなんやっけ、鱗一個だけのやつや。よかった。底なし砂丘クリア。まあ、あっちはあっちでいるんやけど。何の服の材料になるんやろ。はあ、砂に埋もれていくところで、取ったやつか。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォロー、よろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。なんかあいつら体がみかんみたいやったね。